皆さんこんにちは。湘南エッジクリニック新宿本院長の斉藤です。今日はですね、トランポリンの有名な選手を お迎えしまして、で、髪の毛の治療をちょっとね体験していただこうと思ってます。ご紹介します。島田亮太さんで、世界的なトランポリンのね大会なんかで優勝の経験があって、で今もトランポリンの普及ですね、はい、活躍されている方ですね。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、島田さんね、前回カウンセリングをさせていただいたんですけども、はい、髪の悩みって結構前から気にされてたんでしたっけ？そうですね、ちょっと気になりだしたのが、まあ、4、5年前ぐらいから気になりだして、最近になってまたよりちょっと気になるようになってきたという感じですね。なるほど、はい、治療は初めてらっしゃるってね、言われましたかね。はい、はい、そうですね。なんかこう治療するにあたってこう不安なこととか、はい、なんかありますでしょうか？そうですね、なんか見た目で言うとちょっとなんか痛みとかあったりするのかなと思うんですけど、うん、その辺はどうですか？そうですね、でね、今日させてもらう毛根再生注射っていうのがこう注射で頭皮に入れますので、はいはい、あと1分ぐらいで終わるんですけど、はい、何かしかちょっとチクチクはします、うんうんうん、で正気麻酔っていうのをねちょっと吸っていただいて、で歯医者さんなんかでも置いてある麻酔でね、はいはい、で吸ってるとちょっとお酒に酔っ払ってくるのボーっとした感じですね、はい、でその間にこう注射をしますので、はい、あと今じゃないかなと思います、はい、しっかり麻酔をして、そうです、ね、その痛みが軽減していただきますよ、ね、はい、わかりました。いつものトレーニングに比べるとだいぶマシじゃないかなと思いますけど、ね、じゃあ多分大丈夫です、はい。まあ、大体1年かけてね、髪の毛ってこうだんだん良くなってきますけど、良くなられたらこういうことしてみたいなとか、なんか、はい、気持ち的にどんな感じがありますか？目標というか。そうですね、なんか、ね、あんまりこう頭皮にダメージが出るよう なんだ髪型とか、うん、なかなかこうできないので、なるほどなるほど、なんかその辺もちょっと挑戦してみたいなっていうのはいいですね。おしゃれがねやっぱり髪の毛できるようになりますしね、うん、ですごくおすすめだと思いますね、はいはい、楽しみです、ね、はい、あと奥さんもね小さい方が見えたんですよね、はい、あ、そうですね、だからお父さんね髪の毛しっかりして、はいはいはい、で相談に来られるお父さんもたくさん見えますので、うん、はい、もいいかなと。かっこいいパパに、ね、ね、なりたいんで、はい、はい、トランポリンって、はい、僕も、まあんまり身近にはなかったんですけど、ちっちゃい時からね、なんかきっかけというか、はい、されるきっかけなんかは、ね、なんかあったんですか？はい、それで言うと僕は石川県の金沢市出身なんですけど、うん、はい、石川県ってトランポリン王国って言われてるぐらいトランポリンが盛んな県なんですね。なんでなんか地域の体育館とか公民館みたいなところに結構トランポリンが必ずあるみたいな、必ずってほどでもないんですけど結構な割合で置いてあって、なんでそのトランポリンに触れる機会っていうのがかなり多い地域なんですね、なんで普通にちっちゃい頃にそのトランポリンを触れていく中で、うんうん、まあ、自然とトランポリンを習い事としてやってたっていうのが経緯です。そうなんですね。そうなんです。なんかその教えてくれるところみたいなのもあるもんですか？ ありますね。その指導者もその優秀な指導者がたくさんいる地域なんで、なんで逆に言うとその石川県で習い事トランポリンやってますって言っても、なんでトランポリンってあんまりならなくて、うんうん、あ、トランポリンなんだっていうぐらいな感じなんですね。なるほど。こうどんどんね頑張ってやると上手になったと思うんですけど、はいはい、なんかこういう トレーニングをしてとか、はいはい、なんかこういうことがしんどかったとか、なんかありますか？やっぱり、まあ、僕トレーニングあんま好きじゃないんですけど、うん、トランポリンで足でやっぱジャンプする競技なんで、うん、下半身のトレーニング、まあ、スクワットとかそういうのをかなりやるんですけど、うん、もう死にそうになりながら、うん、やってます、うん、ね。本当に大変だろうなと思いながら。そうですね、大変ではあります、はい、僕は一生に一度でもね、その、はいはい、バック転とかなんかやってみたいなと思うんですけど、はい、この年から、ね、練習とできるもんですか？できます。あ、どうですか？よかったら僕教えて、ね、じゃあ教えていただいてぜひ最終回によって挑戦してみてください。ね、ありがとうございます。ね、じゃあそんな感じで、はい、今日ね治療が始まりますけど、ね、はい、必ず良くなられますので、はい、ぜひコツコツ頑張ってやってみてください、ね、はい、楽しみにしながら頑張っていきたいと思います、はいはい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
お疲れ様でした。ありがとうございました。ね、本当によく頑張ってもらいました。はい。で、今日ね、させてもらったのが、ジェットメソッドで、はい、成長因子の濃度の高いものですね。はい、それから、あと、ミノキシジルをこう噴射で言いますね。はい、と毛根にあれダイレクトで届くんです、うん、不思議ですけどね、噴射で入れるんですけど、はいはいはい、非常に浸透率が高いんでね、薬剤に。あと、ね、ちょっと痛かったかもしれませんけど、はい、注射で毛根を細胞を砕いたやつで注入しましたよね。はいはい、あれが、細胞をこう砕いてるんですけど、幹細胞、ね、うん、毛根の赤ちゃんみたいな細胞がありますけど、あれが砕く作業で活性化してるんです、はいはい、ああいう浮遊した、ね、溶液を注入しましたので、うん、で中で幹細胞分裂して細胞のこう集団ができて、うん、新しい毛を作りますし、はい、あと成長因子もね、こう頭皮内に分泌とお家帰ってからも中で出てきますのでね、うん、それで元気な毛根に変わってきます、うん、実際今日ね、まあ、こういう1時間ぐらいですかね、全体で ね、受けられてどうでしたか。ジェットメソの方はなんかただ風が当たってるなっていう感じで全然なんともなかったです、ね、うん、で、毛根再生注射の方は、まあ、麻酔していただいたんで全然痛みも全然ってことないですけど、うん、本当針がチクって刺さるぐらいの痛みで、うん、そんな痛くもなかったんで、なんかあっという間に終わりました、ね、はいはい、でもね、本当に注射なので痛いは痛いんですけどね、うん、初期がねすごくよく聞かれてたと思います、はい、はいはい、ここからスタートですけど、はい、まあ、1年間ね、追っかけて、うん、追っかけさせていただいて、はいはい、で、良くなってくるのをちょっと見させてください、ね。はい、僕も楽しみにしてます。はい。はい、じゃあまた次回もよろしくお願いしますね。はい、よろしくお願いします。施術後3日目です。注射を刺した頭の部分が若干痛いですが、それ以外は特に変わった様子はありません。施術当日はシャワーは浴びれませんでしたが、翌日からシャワーを浴びているので、特に生活面では変わった様子はありません。薬は毎日朝、飲んでるんですけど、今のところ体調の変化などはなく、普通に生活を送れています。施術から10日が経過しました。施術直後は頭皮に注射を刺した部分に痛みがあったんですけど、今はもうすっかりその痛みもなくなって、まあ、毛根採取した部分もこの辺なんですけど、どこがそれなのかっていうのを全くわからないくらいになってきました。で、薬を服用してからも10日程度経つんですけど、今のところよくあるような副作用の初期脱毛とか、あと顔のむくみなどはなさそうなので、これからも、薬の服用は続けていきたいと思います。いかがでしたでしょうか。庄内エイジェクリニックではお薬の治療の他にも再生治療や自毛植毛を行っております。現在お薬の購入や植毛手術前の診察もオンラインでできるようになっています。なかなか東京に来られない方、お近くに AGA 治療の専門医がない方、あるいはクリニックに来る時間が取れない方、ね、治療を始めたいけど AGA クリニックを受診するのがちょっと恥ずかしいという方ですね。そういう方は、ぜひオンラインの診察を使っていただいて、専門医のお話をね、聞いていただくといいかなと思います。延べですね、4万人、以上をですね、診察させていただいている専門医がご自宅にいながら無料で診察いたしますので、どうぞご利用ください。それでは次回まで、さようなら。でもよく正気が効く人ってね、素直で、うん、いい人が多いです。じゃあ多分そうなんですね。そうですね。スポーツマンの人をよく聞くと。